ウルフルズのボーカルであるトータス松本さん数々のヒット曲を生み出してきたウルフルズですが過去には活動休止をしていた時期がありました突然の活動休止はファンを驚かせましたがウルフルズに一体何があったのでしょうか経歴とともに活動休止の真相について見ていきましょうトータス松本さんのプロフィール本名 松本厚志。青年月日、1966年12月28日。出身地、兵庫県高郡黒田省庁。身長、174センチ。血液型、A 型。学歴、大阪デザイナー専門学校。所属事務所、大介。 経歴、追い立ち。トータス松本さんの実家は繊維関係の仕事を営み、兄と姉がいる5人家族で育ちました。父親が音楽好きだった影響で、トータス松本さんも幼い頃からレコードをよく聴いていたそうです。高校卒業後には、すでにミュージシャンになるという目標を持っていましたが、家業にも関わる、 服飾専門の大阪デザイナー専門学校に進学しました。在学中、大阪の中津にあるインド喫茶でアルバイトしていた時、バイト仲間だったウルフル・ケースケさんがトータス・松本さんをセッションに誘い、バンド結成を持ちかけます。そして、1988年に4人組ロックバンド、ウルフルズが誕生しました。 ウルフルズというバンド名は LP レコードのジャケットの帯に印刷されていたソウルフルという文字が開業によってウルフルと切り取られて読めたことに由来しているそうです。またトータス松本という名前は自身が中学時代から亀が大好きだったことから陸亀の英訳であるトータスに本名の松本をつけたといいます。実はウルフルズ結成前からトータス松本を受賞していたそうです。 結成当初は大阪で活動していたウルフルズですが、1990年、初めて東京でライブを行うと、その2年後にはメジャーデビューのために上京しました。上京後、東芝 EMI からシングル、破れかぶれでメジャーデビューを果たします。しかし、売り上げは伸びず、迷走状態の期間が続きました。トータス松本さんは当時を振り返り、 なんかもうメジャーデビューできたら終了って感じあったほんまはそこがスタートなんやけどもう目標達成できたゲームオーバーって思っちゃったそれからしばらくしてデビューしたからといっても何も始まってないことに気づいてそこでやっと真っ青になったほんまアホやねだから正直デビューしてからの方がしんどかったと明かしています 1994年からプロデューサーに伊藤銀次さんを迎えたことをきっかけに少しずつ売れていき、1996年にリリースされた9枚目のシングル、ガッツだぜが大ヒット。続けて10枚目のシングル、バンザイ、好きでよかったもヒットし、アルバムバンザイは100万枚を超える売り上げを記録しました。その年に日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、 NHK 紅白歌合戦への出場も果たしました。紅白歌合戦ではガッツだぜを歌唱しましたが歌詞が卑猥だと判断され最終的に一部の内容を変更し披露したそうです。1999年にはベースを担当しているジョン B ・チョッパーさんが脱退し作家に転身しています。以降は3人編成で活動し、 2001年には坂本九さんの明日があるさをカバーし大ヒットしました。同年、2回目の紅白歌合戦に出場しています。2002年にはデビュー10周年を迎え、翌年脱退していたジョン B さんが復帰。再びウルフルズは4人編成となりました。突然の活動休止。2009年、 ウルフルズの活動休止が発表されました。活動休止の際に、トータス松本さんは、このまま何十年と続けていくことに自信がなくなった。少し休みたいとコメントしています。突然の活動休止だったため、歌手だけではなく、俳優としても活動し始めたトータス松本さんと、他の3人のメンバーとの間に溝ができ、バンドに対する意識の違いが原因なのではないかと噂されました。 また、ウルフルズの楽曲のほとんどをトータス・松本さんが手掛けており、収入格差が問題になったのではとも言われています。その後、トータス・松本さんのソロライブにウルフル・ケイスケさんがゲスト出演したことをきっかけに、2014年に活動再開を宣言しました。しかし、2018年、ウルフル・ケイスケさんがソロ活動に専念するという理由で、グループ内での活動休止を発表し、 現在、ウルフルズは3人で活動しています。ソロ活動。2017年、シンガーソングライターの椎名林檎さんとデュエットした目抜き通りが東京銀座の複合施設、銀座6のテーマ曲に起用され、同局でソロとして初めて紅白出場を果たしました。2019年には NHK の大河ドラマ、 伊田店で実況アナウンサー役に抜擢されています。翌年の2020年には NHK 朝の連続テレビ小説おちょやんにてヒロインの父親役として出演。トータス松本さんは過去に放送されていたおしんの大ファンだったそうで、プロデューサーが役をオファーしに来た時におしんの DVD を全部持っていると話したそうです。それを受けてプロデューサーは、 トータス松本さんにお願いする役は、おしんの伊藤史郎さんの役ですと口説かせていただいたと話しています。母親はかわいい人かつてトータス松本さんは、かわいい人という自分の母親について書いた曲を作っています。そんな母親は2016年、バラエティ番組1億人の大質問。 笑ってこらえてのダーツの旅に出演したことで話題になりました。番組スタッフがトータス松本さんの実家がある兵庫県黒田省庁を訪れ、そこで声をかけた女性が突然、ここはトータス松本さんの家と言い出したのです。出てきた母親は、いやあ、あかんわ。今から化粧しようと思っとったのに、と関西のノリで応じ、トータス松本さんのお母さんですかと確認されると、 一応ですねん、と気さくに対応しました。さらに、母親が近所の神社の名物を説明した際、厚氏が子供の頃こしらえてたんやと言い、スタッフが、厚氏と聞き返すと、その歌ってる子や、松本厚氏言うねん。私の子はトータスやないねん。厚氏やねんと豪快に笑いました。その後、トータス松本さんにそっくりな父親も登場し、スタッフが、 そっくりですねーと感心すると母親は隣のおっちゃんに似てたらえらいこっちゃと答えて笑わせましたこの母親の関西尺の強い面白い性格がトータス松本さんに似ているとファンの間でも話題になったようです結婚日はトータス松本さんは専門学校に通っていた時同級生だった妻と知り合い結婚しました 妻の方からトータス松本さんに猛アタックして押されて交際に至ったと言われています。当時の専門学校の講師がバラエティ番組に出演した際、トータス松本さんの妻について、強引さと隙を攻撃にはあっぱれという感じだったとコメントしていました。トータス松本さんもこのコメントを聞いて、確かにあれはすごかったと笑って振り返っています。こうして交際を始めた二人は、 トータス松本さんがメジャーデビューを機に上京した際、当時彼女であった妻も一緒に上京し、同棲を始めました。トータス松本さんにベタ惚れだったという妻は、そのまま押して結婚に至ったと言われています。その後二人は男の子と女の子の二人の子供に恵まれました。妻に捧げた曲ではなかったトータス松本さんは、 大ヒットしたアルバムバンザイを発売後に結婚しましたそのためバンザイ好きで良かったは妻に捧げた曲ではないかと言われています実際発売直後のインタビューでトータス松本さん自身も妻に作った曲だと発言していましたしかし後に当時は流れで妻のために作った曲だなんて言ったけどそれは後付けだったと語っています 数々のヒット曲を作り出したトータス松本さん。活動休止について様々噂されましたが、少し休みたいというのは本音で素直な気持ちだったのではないでしょうか。メンバーの一時脱退など様々なことがあるウルフルズですが、その度に絆を深めていっているように思います。これからもバンドを大切にキャッチーな名曲を生み出し続けてほしいですね。 あなたはどう思いましたでしょうか。また4人での活動を期待したいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。